これ2本目になるんですけどもね、せっかくね、現場の先生に来ていただいているということで、水野先生からね、お聞きになりたいということがありますので、水野先生どうぞ。はい。ぜひね、聞きたいことがあったんですよ、先生に。教科書ノート使った時の授業のテンポ、いわゆるね、先生が指示出すタイミングですね。それと、端末使ってる時の授業のテンポ。端末使っちゃうと、指示出すにも、少しなんか間がありそうなんですよ。一人一人みんな時間差ができそうで、空白ができそうな感じがしてるんですけど、その辺はどうでしたか？最初入ったばっかりの時は子供たちも、まあ私もそんなに慣れてなかったので、テンポ崩れる時あったんですけど、もう夏休み前からはほとんど変わらないですね。つまりスキルがこう上がってくるってことですね。スキルというかもう学習規律っていうんですかね。ノート、もう日付書いた人、ザーって書いて、教科書出して、出した、読みますよ、3、って読みますね。じゃあ端末出しますったら、もうザーって出すんですよ。で、クラスルームに、自分の意見書き込みなさいって言ったら、ダダダダダって書いて、書けた人座んなさいとかって、全員起立して書けた人が座んなさいって、ダダダダって言って、で、書けたことを大谷さんに訳をしてごらんとかっていう感じでやっていくと、ポイントはですね、多分その端末出しなさい、ザーって開いて、端末しまいなさいって、ザーってこう、全員がもうしまえるかどうかっていうそのスキルが、で、その時に教師はですね、よくしまった、早い、早くなったなって、こう、小刻みにたくさんこう褒めていくことによって、その子供たちの端末を出す、しまう、開く、クラスルームをすぐ開くっていう、早く開く、早くしまうっていう、そのテンポが上がってくることを強化していったことが多分良かったんじゃないかなと思うんですけど、もうほとんど最後の方、まあね、夏休み明けは変わらなくなりました。長かったかもしれません。すいません。いや、なるほどですね。でもそれ意識していない先生だと、やっぱりこう、ずるずるいっちゃう危険性ってあるでしょ？待っちゃうっていうか。そうですね。僕が、授業参観とか、研究所とかでそういった場面を見たときに、やっぱその場面がすごく先生方新鮮だったみたいで、出し入れが早いですねって。端末をどう使うか、そのジャムボードとか Google のアプリとかをどう使うかっていうよりも、真っ先に言われたのがそこでした。子供たちの出し入れが早いです。でもね、時間差って生じるでしょ？キーボードの早い子もいれば遅い子もあっもちろんあて、ります。そこらの待つっていうのはどんなふうにするんですか？なので、キーボードで長々と意見を書くような場面があるときは、それも全くそのノート作業と同じで、早く終わった子たちが空白が生みつつも、遅くなる子が目立たないように、なんかこう紛れていくような次の展開を用意しておくような。じゃあここまで打ち終わった人は、教科書を、例えば一段落を読んでなさいとかっていうと、教科書を持ってこう読んでる子たちはもう打ち終わったっていうことが読みなので、で、早くは、まだ読んでないかなとこにそーっと言って、大丈夫かい、これぐらいでいいよ、もうこれで打ち込んじゃいなっていう感じで、個別指導したりとかしながら、で、じゃあそこまで、一回端末しまってとかって言って、僕の画面で、今度先生の画面でみんなの意見見てみるよっていうふうにこう見たりとかしながら、あ、視点を変えたり、活動を入れたりってことですね。これはもう普段の授業からこれができてればね、ICT 機器も使えますね。これつまりね、空白禁止なんですよね。前回の動画でいろいろね、こうトラブルが多くて困ってるって先生方のアンケートありましたけども、このね、空白が起きちゃうと、生じちゃうとね、いろんなことやっちゃいますよね、当然。ここはね、大事なポイントだなと思いました。端末を使いながら空白をね、作らないっていうことを教師は頭でこう考えていくことが大事ですよね。塩谷先生、せっかくですので、もう一つ何かいいコツ、ね、テンポを生み出すコツ。いいコースですか。やっぱりあとはそうですね、なんかこう、子供たちのそのさっきの個人差って言ってましたけど、最終的に、なんか子供たちがそこにこう、突入して、ある程度もそのまま、授業時間が終了する。最後、例えば、開始終了前にこう、赤猫計算スキルとかでやってるじゃないですか。で、赤猫計算スキルも終わって、まだ5分間残ってるとかっていう時に、だいたい最近、端末で入ってるのに、だいたいこう、デジタルドリルって入ってるんですよね。
はい。で、そのデジタルドリルっていうのだけで学力つけようとはあんま思ってなくて、やっぱりその前の教科書とかノートとかを使った方で僕は学力をつけたくて、で、しっかりあの紙のあの、赤猫ドリルみたいな、ああいう計算スキルみたいなのでも当然、あの、授業を紙を使った勉強でドリル、あの、学力をつけて、それでも早く終わった子たちにそのデジタルドリルをして計算、あの、時間調整に使うと全く空白が生まれず、あの、赤猫計算スキル最後終わった子たちが、早く終わったらやってみようで、はい、じゃあシール貼ってごらんって言ってやった子たちが、ドリル始めて2、3分ぐらいにキーンコン、カンコンってチャイムが鳴るようなイメージで、そのままなんか先生この前休み時間も勉強していいですか？あ、いいですよっていう感じで、終わるような感じですかね。なるほど、デジタルドリルか。はい、デジタルドリルは、結局どこまで終わらなくても途中でやめたい時にやめれるので、はい。もう、そこの時間調整に使うことが多いです。端末をむしろ、はい。いや、めっちゃグーですね。はい。はい。これはいい話を聞くことができましたね。前回の動画と合わせて、ね、考えていただくと、ルールをね、破りにくい授業に、ね、端末の使い方のルールを破りにくい授業になっている。これも重要ですね。約束を作って守らせるのも大事だけどもね。うん、わかった。はい。はい。ということで、2回にわたって塩先生に参加していただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。ご視聴ありがとうございました。端末を使った授業でも、やはりちょっとした工夫と、これによって授業にリズムとテンポが生まれるんですね。また、先生方のね、授業作りの参考になれば幸いです。